こちら三田市消防本部この一ヶ月の火災救急状況と注意点またタイムリーな話題ご紹介いただいております皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください今日は三田市消防本部予防課から土田さんお越しくださってますどうぞよろしくお願いしますお願いします なかなかあの今落ち着かない状況なんですけれども、うねはい、あの今日なんかは火災が起きやすいような乾燥注意報も出てますので、はい、いろんな部分で皆さんの活動大変だと思います。ありがとうございます。まずは災害出動の部分からいつもご紹介いただいてますのでお話しいただけますか。はい、はい。では、えー、本日現時点での出動状況です。はい。え火災は六件。六件。はい。はい、そのうち建物火災は三件発生してます。はい。 で続いて救急なんですけど、はい、現時点で676件、はいはい、で救助出動はですね、えー、28件です、はいえー、その他出動については47件で、はいえー、119が入電している件数は、はい、1061件入電しております。ということはこの2か月ぐらいですから、えー、っと1か月で500、まあ、まあ単純に2つに分けたとしても、はい、救急出動も300うですねということで。 すごいですね、この今ご紹介いただいた数字から、どんな状況が読み取れますでしょうか、はいええー、とこのデータからですね、火災の件数については、えーはい、去年よりペースが早いように感じております、はい、中でも、建物火災がもう3件も発生しているというのはよくないですね。うん、ねはい はい、これはどんな理由がありますでしょうか、ね。そうですね。あのいろんな火災があったんですけども、えー、あの充電器が原因になってたり、ああ充電器ね。はい、今時のなうですね。あとは電気の配線だったりですね。あとは倉庫が燃えた火災も起きてますね。はい。あ、はい、そうなんですね、はい。それ以外についてはほぼ例年通りの。えー うん、流れの件数になってますあ、そうですかはいわ、はい、かりましたまずは災害出動のお話をいただきましたでは今日はどのようなお話がありますでしょうかはい、えー、今日はですね、はいえー、春の火災予防運動のお知らせをさせてくださいあ,、はい、あとそれに伴った、えー、三田高原病院での消防訓練のご案内もさせてもらいますあ,、はい、あとは最近の防火の話なんかも取り入れましてはい 山火事予防の話とあ,、はい、あと最後に防火ポスターコンクールについてお話を以上5点についてさせていただきたいと思いますはいわ、はい、かりましたそれぞれ皆さんの関心の高いものばかりになってますのでゆっくり伺ってまいりましょう、はい、では最,後に最初に春の火災予防運動についてお聞かせください、はい これはですね3月1日から7日までの1週間で、はいえー、春の火災予防運動が実施されます、はい、来週のことですねで全国火災予防運動につきましては 2>、えー、年2回実施されるもので<あ> 1>, 1年間で春と秋に行っています、はい、早速脱線するんですけども、はい、秋は11月9日に実施されるのですが、はいはい、これは119の頃とあ<ー> はい、語呂合わせと火災が発生しやすい時期に合わせて、実施されています。はい、えっと春は、語呂合わせではないんですね。ねはい、はい、えっとこれは、そう、消防組織法が施行された。3月7日に合わせて実施されています。あ、なるほど、はい、ほぼ半年後ぐらいに、まあまあなるということでしょうかね。1>, ねはい、1月は、1月19日にされるのかなと、勝手に語呂合わせで思ったけど。<laughs> はい、それでは近すぎるので、そうですね、春は3月7日、<っ>はい。 はい、3月7日は消防が、ね、生まれた日なので、ええ、消防記念日として、ええ、あの指定しておりますそうなんですねはいで、えっと、春先も秋口も同じように空気が完成し乾燥していますよね、そして特に注意が必要なのは 1>,、ええ、1年のうちでも春は強い風が吹きやすい時期ということですああ今さもかなり強く吹いていましたので、はい、花粉症の方はつらかったと思いますね。ね でやはり強い風が吹いて乾燥していると火災が発生しやすい時期にあたりますので、はい、え春についても特に防火を呼びかけたい時期の1つです春の火災予防運動の特徴は、うん、え山火事防止についても呼びかけることです、はいはい、これは後で詳しく説明させてください。わ、はい、かりりままましたたた山火事防止、ま、た後でゆっくりご紹介いただきます え火災ではですね、ええ、あの高齢の方が犠牲者になることが多いんですんニュースになるの多いですね、ねそうです特に90代、80代というニュースも聞いたりして、これはおつらいなというところありますけどね、はい、やっぱり多いんです,、ね、そですね、もう6割以上が高齢者の方という統計が出ております。うはい、そうなんですねはい、えー 火災から命を守るために、あの我々も頑張って防火を訴えていきますので、うんはい、よろしくお願いします。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。あの火災予防運動毎年毎年こう防火の標語が確かご紹介いただけたよう、はい、に思います。すね、今年はどんな感じですか、ね。はい、今年の標語はですね、一、ええ、つずついいねで確認日の用心です。 一つずついいねで確認日の用心はいああ。いいねっていうのがあるんですね。そうですね。えー、あの今の時代を反映しているような標語ですよね。そうですね。ちょっとお年暮した方はちょっとわかりにくいかもしれませんけども <laughs>、はい、ご紹介ください。はい。あの身近な SNS と結びつけて、はい。あの冒険を皆さんに身近に感じてもらえるかなということで、えー、このような標語になっております。はい。で、えー、この標語をもとに皆さんも一つ一つ確認していただきたいと思ってます。はい。 例えばコンロ切ったかな、うん、切ってたらいいね、はい、ねガスの元栓閉めたかないいね、えー、ストーブ消したかないいねということです、えー、これはもう一つずつ指差しで確認するのがいい、ね、そうですね、えー、私はもう家出る時やっぱり電気切ったガス切った <laughs> 指をさして <laughs>、はい、やっぱ動作と言葉でするとそあの後で出ていって、えー、消したかなって思って戻るよりは いいですよねそうですね、はい、後で戻ることありますねね、そうなんですだからその時にいいねをつければもっといいわけですねはい、はいはい、ありがとうございます続いて火災予防運動に伴って実施する消防訓練もねご紹介いただいていますので、はい、今年はどんな動きでしょうかえ今年は、はい、三田市下内上にある介護療養型の医療施設である、はい、三田高原病院で、はい、消防車両も出動する大きな訓練を行いますそうですかはい えー、訓練参加車両は、はい、新型のはしご車や、はいえー、放水をするタンク車2台、はい、2> それに消防団の車両などが参加しますはしご車による救出訓練やえ、えーえー、出動車両による、えー、一斉放水などを行います、はい、また消防車両だけではなく、えー、施設内ではスタッフさんによる消火活動だったり、はいえー、救出活動を行います。 で入居者の方は高齢の方ですので、ええええ、施設内では消防車が到着するまでの間に、はい、いかに煙から逃れるかということがポイントになっています、はあはい、あの火災では、やけどするとかというのはやっぱり煙で無傷で倒れてしまわれる方というのは結構多いって聞きますね、はい、そうほとんどが一酸化炭素中毒などで亡くなられているようですね。ね、はあ、ほ,ほとんどですかはい ということは、本当にこの煙からいかに逃れるかということがポイントと。そうですね。いうことです。ですね、なかなかあの早く歩くこともね。あのできにくいね、ね環境かもしれませんね。ねはい、そうなんですね。わかりました。そして火災予防運動に伴って、消防本部からいろいろと皆さんにお伝えね、はい、えされたいこともあると思いますので。お願いいたします、はい。ありがとうございます。えっと重点項目として。はい。 七つの項目があります。七つ。はい。はい、その中で市民の皆様に関係する項目をお話しさせていただきます。はい。よろしくお願いします。はい、えー。このように住宅防火には命を守る七つのポイントとしてあのあ、はい、訴えておりまして。はい 三、えー、つの習慣と四つの対策を立てております。はいはい、これはあの時々この番組をお聞きの方にはお耳に届いているかもしれませんが、<laughs> はい、やっぱり何度聞いても、ね、あのしっかりと自分の中にね入れ込むにはその都度その都度だとありますから、はい、じゃあ詳しく教えてください。はい、まずは三つの習慣。<っ>はい、はい、はい、三つの習慣は一つ目は寝たばこは絶対にしない。はい、寝たばこは絶対にしない。はい、二つ目はストーブは 燃えやすいものから離れた位置で使用するストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用するはい。三、はい、つ目はガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消すですガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消すはい。あのストーブなどはね<え>お洗濯の生皮菌ですね <laughs> 便利なのでついと思いますけども、うん、これがやっぱり怖いんですねはい それから、ガスコンロはじゃ、もう火を消すのが面倒と思ったら、そこからもう離れない。そう、そうですね。はい、わかりました。この三つの習慣、はい、まずはご紹介いただきました。はい。続いて、四つの対策。<え>はい、これは何でしょうか。かそうですね。四つの対策は、一つ目が。住宅用火災警報器を設置する。はい。住宅用火災警報器を設置する。はい。二つ目は、寝具やカーテンは、防炎品を使用する。はい。 寝具やカーテンはこう燃えにくくなっている。防炎品を使用するはい。はいはい、そうですね、はい、えー、3つ目は住宅用消火器を設置する住宅用消火器を設置する。はい、はい、4つ目です、はい。4つ目は隣近所との協力体制を作る、はい、です。隣近所との協力体制を作る、はい、ということですね。はい、あの住宅用火？災 警報器、はい、これはちょっと後で、まあ、少し詳し,で、ね、詳しく教えていただけますかそしてあのやっぱりこの防炎品燃えにくくなっているものって、はい、最近、少しずつ増えてきましたねそうですね、あのホームセンターなんかでも取り扱っておられますし、の割とめにするようになってきましたね寝具、はい、にこれを使うということがとっても大事ということですね。それから消火器、これもいろんなタイプができてますよね。 はい、あのお大きな私たちが知ってるあのっ赤い大きなのではなくてうん、うん、ゴキブリなんかを出ュするようなエアゾール式もあるので<っ>、まあ、両方用意しておけば一番いいですけどす、ね、まずは小さなエアゾールだったら、うん、あのお台所の足元に置いておくってことも邪魔にはならないので,、うんでね、これもいいですよね。そ,ねそして隣近所こののりが例えばあの、はい 最近ちょっと一人暮らしになりましたとか、うん、あの入院しているので一人しかいませんとか、はい、なんかそういう情報をご近所さんだったらちょっとね、うん、お伝えすることもできるので、はい、もしもの時にそういうことを考えると留守がちだとか分かったら助けていただけるかもしれませんね。うんねはい、協力体制を作っていただきたいです。はい、はい。で、住宅で発生する可能性の高い火災を起こさないためには。ええ あの、先ほど申したように、正しい使い方を習慣化することがポイントの1つ目です。はい、はい、次に火災が発生してしまっても、炎症させないためにハード面の対策をとっておくことが、この4つの対策にあたります。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ4つの対策の中で、先ほどあの最初に出てきた。あの住宅用火災警報設備。はい これも少し詳しくお願いしますはいありがとうございますえー、住宅用火災警報器は、えーえー、電池で稼働しているのでバッテリーの寿命が10年となっています、はい、で、そろそろ10年が経過するものが出てきております、はい、はい。バッテリー交換もできるんですが、えー、10年も経つと電子部品が劣化していて<ー>はい、火災を感知しなくなる可能性がありますので、えー、警報器自体の交換が推奨されていますはい はい、バッテリーだけ交換するのと本体ごと交換するのでは値段も大きく変わらないんです、うん、そうなんですね、はい、あのそしてこの住宅用火災警報器確かあのハニー FM が開局した直後ぐらいから新しく建つお家には義務化されてて、はい、でしばらくは皆さん努力しましょう何年か前からもう義務化されてるうん、うん、ということで。ええあの これをつけることで一番のメリットはあのやっぱりこうぐっすり寝てしまってる時とかって前もご紹介いただきましたそうですね。だからつける場所ははいつける場所はですね寝室につけることになります。あ寝室が一番いいんですね。そうですね。はい。でえっと2階に寝室がある場合は階段にも設置が必要になります。そうですね。はい。でこの設置に関しては条例で決まってるんですけどそれ以外にも えー、例えば台所ににあるとと役に立つことが多いです揚げ物中に電話がかかってきて、ねね、その場を離れてしまって、はい、もうお鍋のことをすっかり忘れてしまうことがありますね、はい、でも警報器が鳴って大事に至らなかったっていうことが実例として結構が、あのー、報告されてますね、はい。前もご紹介いただきました前はお留守のお宅の表を歩いていたら、ね、学生さんが聞きつけてっていうことでありましたよね。 だから、これで大喜事にならなかった。そうです。はい。やはり警報器必ずね、うん、あのお付きいただきたいというのは、その事例を伺って、ああと思いましたね。はい、まだつけていらっしゃらない方。そうなんです。少しは終わりなんですかえ。あと二割しないで言うと、二割ですね。ええー、もう安心して眠ることで、うん、あの、ぐっすり本当に何の物音も聞こえない状態で。気がついたら、先ほどのいわゆるやけどじゃなくて。うん 発生する煙でということになるので、でねでうん、やっぱり必要だということですね。はい、はい、それからちょっと先ほどの火災警報器に戻りますけれども。はい、電池が切れているかどうかっていうのは、どうやったら確認できるんですか。ええはい、あの本体に点検ボタンがあるんで、それを押していただくか。はい、えっと、ボタンがない、あの機器に関しては、紐がね、ついておることがほとんどなので。はいはい、じゃ、あボタンか紐ですね。それを引っ張っていただくか、押していただくと。はいうん あの正常なのかどうかが確認できます。だから定期的にね、あの押したり引っ張ったりしていただいて確認するようにお願いしたいです。それは押してもまたちゃんと働いたてるわけですね。大丈夫な大丈夫です。はい、わかりました。でそれ以外にもあの設置された年月日がわかるようにあの本体に付けた時にね、あの付けた日付をあの記入していただきたいですね。はい。あとはまあ本体自身に製造年があの書き込まれておられ。 いますので、ええ、あのもし書き忘れたということであってもは,い、年はあの把握すすることができます、はい大体、はい、10年を目安ということですので、ええ、まずはボタンがついてたらボタン,ボタンそしてない場合で紐があれば紐を引っ張ってなるかどうかの確認ということを、はい、ぜひ皆さん早速,早速試してね見ていただきたいと思います、はい、お願いします。 それから、先ほど三つの習慣で、あの、タバコですよね、寝タバコってありますけど。これ、まだ、結構あるんですか。なんですよ、あの、寝タバコに限らないんですけども、タバコの火災がですね。えっと、喫煙者が減っているにもかかわらず、住宅火災の発生原因の一番、一番がタバコです。そうなんですか、ということは、防ぐことが十分できる。そうですね、失火になりますよね。 でその中でも、寝たばこによる火災については、この人命が火災の犠牲になってしまうことが多いんで、結局、寝入ってしまうということでそうですね、寝入ってしまっているうちに、自分のね、枕のそばで火災になるのでね、これはとても危ないことです。ははいい で寝た箱を防ぐために、うん、ええー、三カ条ということですね。訴えたいことがあるんですけれども、はい、寝た箱の火災を防ぐ三カ条、条はい、ご紹介ください。は一、い、つ目は布団では吸わない。<laughs> 寝た箱としてはこれがたまらなくいいんでしょうかね。<laughs> ねあの昔おじいちゃんなんかそういえば寝る前に吸って、ねね、そしてよっこらちょっと向きを変えて寝てましたけど、ね、はい、布団では吸わない。吸わない。はい、はい、二つ目は灰皿には水を入れてください。 灰皿には水を入れる。はい。三つ目は消えたかどうかを確認する。あ、消えたかどうかを確認する。はい、そうですね。ねまあ、でも、これは防ぐことができる家事ですので。そうです今お伝えいただいたお布団では吸わない。はい。灰皿には水を入れる。そして、ちゃんと消えたかどうかを確認する。それから、ぐっすりお休みになるという。はい。はい。お願いします。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。 ではあの先ほどいくつか順番にご紹介いただいた今度山火事ですかね、はい、こちらのお話をお願いいたしますはい、えー、ここ最近山を楽しむ方が増えたことによる山火事の発生を我々も心配しているところです、はい、幸いなことに最近は<っ>あの大規模な山火事は発生していませんが、はい、三田市には例えば十日山だったりっ大船山、はい、あとは古空蔵山などハイキングにぴったりな山がありますはい あの配下の皆さんのタバコのポイ捨てだったり<ー>火の不始末で山火事になることがあります、はい、最初に申し上げたように、うん、春は乾燥している上に強い風が吹く季節ですよねく、ねはい、れぐれも、えー、注意して火を取り扱っていただきたいと思います、はい、また山裾でのあずやきなどもあ、はい、あの目を離さないように注意してください、はい、それに風が強い日はね あの、あぜ焼きは絶対しないでください。はい、えっと、今もあれですか、あぜ焼きしますというのは届け出の形ですか。そうですね、はい、あの環境に届けていただくのと、ええ、あの煙が上がってですね、うん、あの通行人の方が火災と。あの間違えないための、そうですね、はい、ね、消防にもお知らせをいただいているところです。うん、そしたら、その時に、今日は風が強いから、っていうふうなお話もきっとね。そうですね。はい。 はい、水さんぜひ汗やき大切な作業の一つかもしれませんけども、カになってしまったらね、何もなりませんのでよろしくお願いします。それでは今度は防火ポスターコンクールですね。これもとても関心の高いものですがご紹介ください。ありがとうございます。えっと応募していただいている対象は市内の小学四年生の皆さんになります。四年生の皆さんですか。はい。でボカポスターを作ることを通して。 火災についても学んでもらってうん、うん、防火の意識を身につけてもらってます。あそういう意味合いもあったんですね。ええ、そうなんです。確かに昔を振り返ると先生方から防火って何でしょうとか、はい、なんかそんなやり取りをした覚えがあります。<laughs> はい。はい、で、えー、例えばただ描くだけじゃなくて、えーえー、ポスターを作るかどんな材台座にするかとか、うんはい、あとどんな日の絵に するかとかね。ねそうですね、はい。ご家族だったり、あの兄弟で話し合いながら作ることが。えー、この防火意識の芽生えにつながってます。はい。で、今回応募してくださったのが、はい、もう四百五点を超えた作品を提出。たくさんですね。はい。これは自由参加という形です。そうですね。あの、学校の宿題にされることが多いようなんですけども。えーはい、はい。市内の全部の学校ではないんですけど。あそうなんですね。ね、はい、頂戴しております。はい。 こ、えー、今年も1月末に審査会を開催させていただきまして、はいえー、最優秀賞1点、はい、1> で優秀賞2点 2>、はい、で入選5点の8点を選ばせていただきました8点のほかに消防士のことを書いてくださった作品がありましたので、はいえー、特別賞として1点選ばせていただいております。で入賞作品は 展示させていただいたりということで、えーはい、火災のない安全な街づくりに一役買っていただくことになります。そうですか、わかりました。はい、今日あの写真でその三人の方の、えー、あの笑顔とともに素晴らしい絵をそれぞれ持ってらっしゃる、はい、ちょっとご紹介いただけますか。わ <laughs>、ね、かりました。えっと最優秀賞の、えー、由比野木大小学校の高木さんなんですけど、はいはい、この作品は、えー、火災原因を カルタ調のデザインされています。あ,あ、本当ですね。はい、はい、で、色の使い方も印象的で、えー、とても目を引くポスターになっています。はいで、高橋さん、あのコメントをいただいてまして、はいえー、私の工夫した点は、はい、子どもから大人まで、誰もが家財家事のことをわかるようにしたところです。そして、ポスター作りを通して家事にしないために、コンセントをこまめに抜くことが。 大切だと学びました、うん、私はタバコを見たことがなかったので、えー、インターネットでどんなものか調べてきましたということでお話ししてくれましたそうですか、はい、えっと4年生だったら10歳ぐらいかなそうです、ね、周りにねタバコを吸われる方がなかったら見たことがないので、えーね、今時ですインターネットでどんなものか調べましたということで書いてくタバコのこの絵がありますねやっぱりこれが一番の、えー 理由だということで、そうですね。はい、わかりました。はい、続いては、はい、続いては優秀賞の方々なんですけども、はい、お一人目は百合の木大小学校の中田さんの作品です。はい、この作品はですね、手のひらから、えー、炎が上がったインパクトのあるデザインになっています。すその手もなかなかあの力のグッと入った、ね、あのデザインになってますね。はいで このポスターからは日の始末はあなたに手にもかかっているっていうことを訴えかけるデザインになっていますよね。すごいインパクトあります。はい。中田さんからもコメントをいただいております。はいえ。日の怖さがしっかり伝わるように工夫しました。で、最初はバックを薄い色にしていましたが、はい、これを黒色に塗り直すことでとても引き立つようになりました。すごい引き立ちますね。はい。 私は家を家事をしないために出かける前は電気を消すように気をつけていきますというお話をいただいていますす、ね、いや炎もすごく工夫した色合いで手のバランスとインパクトのあるこの黒をバックにしたっていうすごい工夫された、はいね、4年生すごいですね力強いですね。<laughs> じゃ、次に、はいえー、お二人目なんですけれども、はい、この方も優秀賞の方で。はい、えー、欅大小学校の畑瀬さんの作品です。はいえー、消火器をヒーローとして見立てた、かわいいデザインになっています。はい、はい、はい。ね、でよ、あの。 消されようとしている日が逃げているようなデザインでね。目がクリッとすごくヒーローの、ね、あの条件をパッと揃えた。目立つようなデザインですね、えーはい。子供らしいデザインにしてくださって、ね、目を身を引きつけるポスターになっております。はい、ええー、はたせさんのコメントをいただいています。はい えー、消火器がね出している消火剤のところは、はい、歯ブラシを用いて<ー>絵の具を霧のように吹いて書いてくれています、ね、なるほどだからこうぼかした感じのパーと出ているそうです、ね、霧状に出てるような感じ出てますすごいすごい、はい、そのようにして描きました私は火事にならないように離れるときはストーブを消すようにします,、うんうん、すごい。はい、で背景の色と ヒーローという文字の色とね <えっ S 1> バランスは何色がいいか悩み,<ー>悩みましたということでコメントを頂戴しています。そうですか すごくかっこいいです、ね、あの消火栓が赤なのであのその対比によく出る緑をバックにして、はい、そしてそれにまた入るようにヒーローという黄色で描いてくださった、ね、ということですねすごくバランスがいい感じになってますね,すねこの3つ以外に先ほど入賞した分ですか、はいはい、あのこのあたりの作品の展示とか表彰とかそのあたりはどうなってたんですかあ,、はい、ありがとうございます今年は2月24日 2月14日に、はいえー、最優秀賞と、えー、優秀賞の3名の方に消防本部にお越しいただきまして表彰式をじ実施させていただきました新聞にも取り上げていただいておりますの、ねはい、で、えー、選ばれたこの入賞も含めて、はいえー、特別募集も含めての9点合計点2月25日から3月15日まで。はい えキッピーモール6階のギャラリーにて展示させていただいていますそうですか皆さんの作品素晴らしい表現力で防火について書いていただいておりますのでぜひ足を運んでいただいて、えー、鑑賞していただきたいと思っています、はい、また最優秀賞の作品については防火カレンダーにー、えー、なっているんです,すそうなんですね、はい、で会場には50人にお持ち帰りいただけるように <laughs> はい、豪華カレンダーも置いてますので、はい、よろしくお願いしたいと思いますわ、はい、かりましたえっ、ー、ともうすでにじゃあ展示は始まってるということですねす3月15日までキッピーモール6階ギャラリーに特別賞も含めた9点が展示されているということですからぜひ皆さんもお出かけくださいそして最優秀賞はカレンダーになっている、はい、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います、はい、では土田さんに最後にメッセージをお願いいたします、はい 1>, 1月2月とあっという間に過ぎましたよねそうですはい、はい、3月についても早く過ぎ去ってしまうと思います、はい、これから年度末になって、えー、忙しい時期に入ります、はい、はい。火災のほとんどは人のうっかりミスによるものです結局そうでしたねそうですだから忙しくても防火は絶対油断しないようにしてください、はい、また 季節の変わり目はね。あの体調を崩しやすい時期になりますので、でね、はい。皆さん、あのお体ご自愛していただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました、はい、今日は三田市消防本部予防課から土田さんにお越しいただいてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。したこの時間はこちらさんだし、消防本部をお送りしてまいりました。こちらさんだし、消防本部では？ 火災、救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は3月26日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。